マツダ787、マツダ787、787バイトは、マツダが製作した、プロトタイプレーシングカー。ルマン24時間レースへの参戦のため、787、Y ムッサ GTP 規定、787バイトは、グループ C カテゴリーに規定に則っ,って製作されいる。787よび787バイトは、 イギリス人のナイジェル・ストラウドにより設計されたマ七百757を起源にし、マ七百767を経て発展したものである。ナンバリング順としては777となるところで、あるが日本語として言いにくいことから787となった。また、787バイトは1991年のルマン24時間レースにおいて総合優勝を果たした。 これは日本メーカーにとって初の総合優勝であるほか、ロータリーエンジン車として初、レシプロエンジン以外でも初の総合優勝であり、まさに快挙と呼ぶにふさわしいものであった。なお、あまり知られていない事実として、カーボンブレーキ装着車として初めてルーマンを制した種でもあった。ブレーキシステムサプライヤーのブレンボからは、使用書き通りの開口面積を確保した。 ブレーキ冷却ダクトを装備したのはマツダだけだったと評価されている。トランスミッションはポルシェ 962C の5速マニュアルトランスミッション H シフトを上下逆にして装着し使用した。車種は767のアルミモノコックからカーボンモノコックへと変更されている。ボディはストレートでの最高速重視のため車腹を狭くして、 ドラッグを減少させるデザインを採用した。ラジエーターは767のサイドからフロント、サイドの配置となり、フロントで冷却水、右サイドをエンジンエアインテークとマフラー冷却、左サイドをオイルクーラーに使用して、767バイトより冷却能力を向上させると同時に、フロント荷重を増大させている。採用されたサスペンションは、 フロントが767バイトの発展型のスプリングダンパーユニットをフローティングタイプとしたインボードタイプのダブルウィッシュボーン、リアがベルクランク式ダブルウィッシュボーンである。また、走行中のマシンのエンジン稼働状況、サスペンション動作状況、車両挙動等をリアルタイムに情報収集するマツダ独自のマネージメントシステムを採用しており、 燃費マネジメントやトラブルの未然防止が図られた。製造をされたのは2台で、うち1台は現在787バイトのレプリカに回収されており、もう1台の56号車は1991年のルマンを走行し8位入賞した後に北米松田が所有している。1991年用の787の改造版787バイトは、 787のストレートスピード重視からコーナリングスピード重視へとマシンのコンセプトを転換し、約200項目に関する改善を施した。その中には、トレッドの拡張、メカニカルグリップ向上、リアカウル形状変更、カーボンローターディスクブレーキの採用、タイヤ系の18インカ、リア車シ子シにエンジンロアストラットを追加、サスペンションアームの形状変更、 駆動系の補強、冷却性能の強化、ワイヤーハーネス配置の最適化、光角式車高センサの搭載等が含まれている。その結果、ベンチレーション、居住性、ハンドリング特性が向上し、ドライバーの負担軽減が可能となった。2台、787バイトから001、18号車と787バイトから002、55号車が製造された後に、 ルマン優勝者を保存することになり、その穴を埋めるべく一台、七百八十七バイトから零零三二百二号車が追加製造された。形式名は、r 二十六バイト、九百九十年から、マツダは、ロータリーエンジンの形式故障を変更。R は、レース用、二十六は四ロータの総排気量の二千六百 c c 654x4、B は、 ローターとハウジング寸法の基本となった13倍トラ、命名。レース専用エンジン。世界スポーツプロトタイプカー選手権、WSPC に関しては、松田は、ルマン24時間のみの参戦。当初は全日本スポーツプロトタイプカー耐久選手権、JSPC にて、実戦テストを行う予定だったが、マシンの完成が遅れたことに加え、 5月の JSPC インターチャレンジ富士 1000km がノームのため中となり実践を経験することなくルマン24時間レースに参戦したジャッキー・イクスをコンサルタントとして招聘。レースにはジョージ2台の787が参戦したバックアップカーとして767バイトをルマンと富士 1000km に使用した6月のルマンでは787を2台 767バイトを1台投入したが、この年からサルトサーキットのユノーディエールに試験員が設置されたことに対応したマシン開発をしていなかったため、ストレート重視のマシン設計により予選、決勝ともにタイムがかんばしくなかった。787は2台とも深刻なトラブルにより、リタイアして乾燥することができず、旧式の767バイトが20位に終わるという、 不本意な結果に終わった。WSPC がスポーツカー世界選手権 SWC へ名称が変更。同時にレギュレーションが変更され、ルマン24時間参戦には SWC への全戦参加が義務付けられた。松田はフランスのオレカレーシングに787を1台供与して SWC へ参戦させ、 ルマン24時間レースへの参戦権を確保した日本で開催された SWC の鈴鹿とオートポリスは松田から2台が参戦。トヨタと日産は SWC への参戦を実施しなかったためルマンへの参戦は不可能となった。また湾岸戦争勃発のため当初参加を予定していたレート二24時間レースへの戦は見送られた。787バイトは 前年の1990年に787で参戦した経験からストレートスピード重視からコーナリングスピード重視のマシンにするためトレッドの拡幅メカニカルグリップ工場などの変更を加えた量計でありルマンには2台の787バイト55号車と18号車と前年型の787が1台56号車参加した55号車は レナウンチャージカラー、18号車と56号車は、マツダワークスカラーだった。55号車は、フォルカー・バイドラー、ジョニー・ハーバート、ベルトランガ賞により運転された。本番直前のテストウィークではマシンが大ダメージを受けたため、マツダが撤退をしようとするのを俺かのボスであるユーグド、ショーナックが説得して押しとどめ、俺かが1週間で直し上げて本番に間に合わせるという一幕があった。 レースは、新 SWC 企画マシン、排気量3.5リットル自然吸気エンジン搭載車、最低重量などで、レギュレーション上の優遇措置が設けられたが、初参加の走行ということで、次々とトラブルを起こしてリタイアした。結局、メルセデス・ベンツ C11 税、1号車、31号車、32号車が序盤をリードしたが、55号車は夜になって、 メルセデス勢の後、一周遅れの4位につける。その後、メルセデスの31、32号車はトラブルから交代した。早朝、34号車、35号車のジャガー XJR-12 と2位争いをしていた55号車は、ジョニー・ハーバーとニニスティンと連続担当させる勝負に出て、これに成功。単独2位に浮上。 しばらくこの状態が続いた。レース終了約3時間前の12時54分、2位55号車に3周差をつけて、長らくトップを走っていた1号車、メルセデス・ベンツ C11 がトラブル、ウォーターポンプのプーリーが破損したことによる大ヒートで、緊急ピットインシゴニジタイヤ。午後1時4分、55号車はトップに上がった。その後2位、3位、 4位を占めるジャガーゼー、XJR-12 は、燃費に苦しみ最後までペースが上がらず、レース終盤では1周あたり3分53秒から54秒のタイムを容紙追い上げるどころか55号車に置いていかれる結果となった。最後のドライバーは、ベルトランガショの予定だったが、コース状況をよく知っているジョニー・ハーバートが引き続き、運転、3シフト連続してドライブした。 その後トラブルなくレース終了まで走り切り、主要守り抜いたレース中に消費するローターエンジンの潤滑用のオイルは燃料の水増しではないかと他チームにクレームをつけられる場面もあったが主催者によって退りけられる。結果、55号車が優勝、18号車が6位、56号車が8位に入った。十五号車はコースを六十二周走行し、 距離にして 4923.2km を走った。マシンがマツダピットに戻ってきた時、ハーバートは長時間の運転による脱水症状で倒れ、表彰台に上がれなかった。1991年限りでグループ C のレギュレーションが変更され、ロータリーエンジンの使用が認められなくなったことで、 ロータリーエンジンが参加できる最後の年に初の総合優勝を果たした1993年ら再びロータリーエンジンは参加可能になった。ルマン優勝者である55号車は広島県の松田本社内にある松田ミュージアムで胴体保存されている。イベントなど何らかの理由で55号車が貸し出されている間はレプリカもしくは767バイトが展示される。 2000年11月に放送された NHK のドキュメンタリー番組プロジェクト X 挑戦者たちやテレビ朝日系のカーグラフィック TV で実際に走行するシーンを見ることができたのみならずカーグラフィック TV では番組出演者田辺健一と塚原久志、自動車ジャーナリストのポール・フレイルが試乗したその他にも各地で行われた モータースポーツのイベントで走行する姿を披露しているが、エンジン内部の摩耗を防ぐためにレブリミットは 7000rpm とされていた、本来は 8500rpm。またカーグラフィック TV でスチールブレーキディスクに変更されていると紹介されていたが、紹介当時はカーボンブレーキのままであった。ギア比はルマン出場時の仕様から変更されておらず、2003年に キューマインサーキットで黒沢拓也が走行した際もギア比が全く合わない状態での走行であった。以上のように年数回イベントで走行し、ビデオマガジンや自動車雑誌などにも走行シーンが掲載されていた。2006年3月26日に富士スピードウェイのタイムマシンフェスティバルで往年のシーカーだと走行。この時は MXR01 と一緒にでも走行した。 しかし部品確保や維持コストの問題等もあり、それ以後5年間、55号車が走行することはなかった。走行なしのイベント出展は継続された。松戸ミュージアムには、R26 バイトエンジンも展示されているが、このエンジンもすでに動かせる状態ではない。優勝から20周年となる2011年に、ルマン主催者側より招聘され、レース開始前のルマンのコースで、 787バイトのデモ走行ができないかという提案であった。787バイト一台のためだけのデモランであり、異例の待遇であったが、松田では、昇平に応じるか、787バイトに大金をつぎ込んでレストアする価値があるのか、など、なかなか決済が下りなかった。やっと、ゴーサインが出たのは、東日本大震災の一週間前であり、ギリギリのタイミングであった。 この招きに応じるために787バイトはエンジンを新調。車体もフルレストアされ優勝当時の走行性能を取り戻した。仕様の可否がわからず既製品のスチールローターに乾燥されたブレーキ、そして頑張ろう、日本ネバギバ、マズダというステッカーが追加された以外は当時と全く同じ仕様であった。R26 バイトは202号車のスペアエンジン用を 合わせて2機が組み上げられた。保管されていたパーツを中心に組まれたが、一部パッキン類は新たに作成された。保管されているパーツの中で状態の良いものから順に使用してきたため、R26 バイトエンジンが整備されるのは今回が最後とも言われている。マツダはモータースポーツから完全撤退して久しく、すでに車内に700バリー機に対応するテストベンチもなく、 オーバーホールされたエンジンはテストされることなくそのまま車体に搭載された。2011年5月17日、ミネ自動車試験場にてエンジンラッピングを兼ねて公開テスト走行が行われた。ドライブしたのは寺田洋次郎、十谷隆片山芳美の3人。ルマンでは2011年6月9日から11日にデモ走行が行われた。6月9日は アメリカ人俳優で、アメリカグランダム GT シリーズに RX-8 で参戦するチームのオーナーであり、自らドライバーでもあるパトリック・デンプシーが、サルティサーキットを2周走行した。6月10日は、レース前日の恒例行事の、ドライバーズパレードに参加。787バイトを、デイビッド・ケネディー、アイルランドがドライブし、ルマン市内を駆け抜けた。 ロードスターでのパレードなども行われた。6月11日、レース開始前の12時30分頃、787バイトは、大勢の観客が見守る、中でも走行を行った。ドライバーは、優勝時のドライバーの一人であるジョニー・ハーバートが、務めた。ジョニー・ハーバートはこの日のために絶食ダイエットを実施し、レーシングスーツを着るために体を絞った。 この走行では松田に許可を得て、エンジン回転制限なしの走行となった。当初でも走行は一周の予定であったが787バイトはコースを二周することを許された。その後、ジョニー・ハーバートは1991年に優勝したにもかかわらず、脱水症状によって立つことができなかった表彰台に顔で飛び乗った。その際1991年と同様に、 脱水症状で立てなくなるパフォーマンスを演じ、関係者らによって表彰台に運ばれるという一幕もあった。ピエール・デュードネ、ベルギー、寺田陽次郎などの元松田チーム関係者も現場に駆けつけ、再会を祝った。それらの様子は車載カメラなどと共に詳細に記録され、松田によって YouTube などで公開された。その後55号車はイギリスでのイベントに参加し、日本に帰った。 2011年9月3日、つくばサーキットで開催された第22回メディア対抗レースロードスター4時間耐久レースでのイベントでデモ走行が行われた。ドライバーは寺田陽次郎が務めた。鈴鹿サーキット50周年アニバーサリーデー内における世界に通ずる鈴鹿 1000km にて2日間に渡ってデモ走行。ドライバーは寺田陽次郎が務め、 ハセミ・マサヒロ操る日産 R92CP と共に東コースを回転数制限なしでの全開走行が終わるとスタンドから大きな拍手が湧き起こった。ルマン24時間レースが90回目を迎えた2013年ネット投票や有識者の意見をもとに各年代のベストマシンを選ぶ企画が模様され787バイトは プジョー905と共に1990年代を代表するマシンに選された。その他の、各年代では1920年代のベントレースピード6、1930年代のアルファロメオ 8C、1940年代のフェラーリ 166mm、1950年代のジャガーディタイプ、1960年代のフォード GT40 ムキー、1970年代の ポルシェ 917K、1980年代のポルシェ 962C、2000年代のアウディ R10、TD、2010年代のアウディ R18E、トロンクワトロといった名車がバレている。松田ミュージアム所蔵の787バイトは再び、ルマに送られ、特設コーナーに展示された後、決勝レース開始前に、各年代のマシンと共に隊列を組んで、パレードランを行った。 ドライバーは再び寺田が務めた。202号車は参戦終了後、松田 R&D センター、横浜内で生体保存され、さらに一時期は55号車のための部品取りとなっていたが、2009年に走行可能な状態へのレストアが実施され、JSPC 参戦当時の状態に復元されている。2009年7月11日に広島マリーナホップの 駐車場を利用した特設コースで低速ではあるが、デモ走行を披露を。2011年現在は、ミネ自動車試験場にて、胴体保存出ている。2014年12月7日、日曜日マズダファンフェスタ2014イン岡山にて767バイト、2 0 2ニルマン参戦車、サバンナ RX-3 レース使用車らと、デモ走行を行った。 1992年には3.5リットル V 型10、気筒エンジンを搭載した MX-R01 で、ルマンに参戦することになったが、それと、並行して787バイトの改良型が3次、テストコースで開発されていた。787バイトにアクティブサスペンションや、ドライブバイワイヤーを搭載する予定であった。アクティブサスペンションは767で、初期実験が行われ、 油圧式で開発が進められた。後に787バイトに搭載され、富士スピードウェイでのテスト走行でも良好な感触が得られていた。他にもチタン製、ハブナックルの採用や、前後カウルの空力デザイン、アンダーカバー、エンジン補機レイアウトの変更が予定されていた。改良型は 787C と呼ばれることになっており、パーツの設計や製造が行われていたが、 結局完成することなく、松田のモータースポーツ計画の縮小から撤退により、計画は破棄された。カーレース小説の、お気に入りがルマンに優勝する時で SF 作家の子、人と指定の小説内で読者の選択次第で、松田の4ローターの新型車、松田 777C がルマンで、日本車初の優勝をする久しがある。メインスポンサーはレイナウンではなくニコン。 まさしく同人の松田のルマン優勝を予言した小説で同作家の代表作、ホンダがレースに復帰するとき、ランサーがモンテを目指す時ときとともに未来予測小説として当時のカーレースファンが賞賛されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。